44ちゃいって、バカボンのパパ41ちゃいより年上じゃないか。大丈夫か。ちなみにユパ様が45ちゃいです。まあ言うてもこのお二人、お互いアイドルだから、ファンにバレないように、文春法も食らわず、一切匂わせなかったのは、まさにプロ。しかもこれだけ年始から、暗いニュースが連続している中、おめでたいニュースをぶっ込んでくる。まさに縁ってそのもの。そしてさらにファンたちが、どれだけお二人を祝福しているのか、やふこみを見たら、一目瞭然、12時間で4000コメントは、大ニュース。ほ ンファン歴27年目ですなんとなく、キンキは二人とも結婚しないのかなーなんて思ってましたが、それにしても、今までも、ほぼ全く恋愛絡みの報道なかったので、突然の発表で驚きました。きっと、お互いのファンの皆さんは驚いていますよね。どうぞ末永くお幸せに。ってコメントに、4万7000いいね。そして、ももクロリーダー、桃田もファンに向けて、この度、ももかな子は結婚しました。一日一日、一瞬一瞬の海。 大切さをとても感じています。これからも自分にできることを探しながら一人でも多くの方の笑顔につながるよう精一杯努めたいと思いますこれからもどうぞよろしくお願いしますいつもありがとうございましとお相撲さんみたいな真面目なコメントしてます。言よても15歳年下。あ、やるねおっさん、幸せにしろよ。 私もこのももクロの赤の人好きなんですが明るすぎてもうマシーンみたいに思っててそれに比べてこのドーム本って暗いじゃないですかあ私はそう見えるんですが光と鍵が。 交わったって思いましたね。言っても、ももクロは、高切れに30歳が野球選手と結婚して、すぐに別れたりして、がっかりしてたさなか、こういうアイドルの結婚は、本当にめでたい。だって芸能界に搾取されて、結婚できないゾンビたちが、どれだけいるのか。わかるそこ重要よ。どうもとだって、ジャニーズが崩壊しなかったら、結婚できなかったかもじゃん。バカな大人たちの、金儲けの道具にさえるなよ。日本の芸能界。って割思うぞよ。で、どうもとつよしって、もクロに、ピンク空という 楽曲を提供しててこれジャニーさんが死ぬ前に提供しててその歌詞が堂本剛がしんどい時に作った曲といわれているけどこれをももくろ桃田さんとの付き合いと考えれば切ないのよ叶わないとは不意に溢れ出すから逃げもできずに見とれたままピンク空そうもしかしたら堂本氏は結ばれぬ恋に悩んでいたのかもしれんとです あくまでも憶測ですわ。まあ、一般的にはこの楽曲提供は交際前と言われてるけどね。まあ、私は芸能界の正常化ってアイドルたちが若く結婚していつまでも偉いさんに搾取されないことだと思ってるからね。頼むよ、戦闘員主君。監視を。おこたるなぁ。ペコッー。